ミイラの幽霊は1959年に公開されたイギリスのハマーフィルムプロダクション制作のホラー映画。近年ではミイラ再生の初代リブート作品と言われることもある。戦後のミイラ映画の代表的作品でホラーの黄金コンビとされるピーター・カッシングとクリストファー・リーの共演作。監督はテレンス・フィッシャー。日本でも劇場公開された。 19世紀末のエジプト。遺跡発掘に携わるジョン・バニングラは、アナンカビ名のミイラを発掘する。イギリスに帰ったバニングラを追って、エジプト人のメヘメットが投影し、ミイラとなっていた古代の高層カーリスを復活させ、バニングラを襲わせる。フランケンシュタインの逆襲、吸血鬼ドラキュラを大ヒットさせたハマーフィルムが同じ主要、スタッフキャストを起用して制作した。 本格古典派ホラーの第3弾。戦前のユニバーサル映画によるホラーの名作、ミイラ再生のカラーバンリメイク的作品である。上記2作とバスカビル家の犬の監督のテレンス・フィッシャー、主演のピーター・カッシングとクリストファー・リーを再結集して制作された。出資はユニバーサルとハマーフィルムが共同で行った。フランケンシュタインの逆襲。 吸血鬼ドラキュラとは違い、同じ現代ザ・マミーを持つミイラ再生のリメイクだが内容には同作に加えて1940年代にユニバーサルが制作した4本のシリーズ作品の要素も総合的に取り入れられている。ミイラ再生のミイラ男はグロデスクなミイラ姿が冒頭だけですぐに人間の姿に復活するが本作のミイラ男は最後まで ミイラ姿のままで、この点は1940年代のシリーズ作品と共通する。また、ミイラ男の名前も、ミイラ再生のイムホテップではなく、1940年代のカーリスを採用している。キャスティングでは、カッシングが考古学者のジョンバニング、リーがミイラ男カリスに配役された。カッシングイコール科学者、リーイコール怪物というハマーフィルムの黄金パターンが、 本作でも踏襲されている。長身のリーが演じたミイラ男は迫力があり、戦後のミイラ映画の代表作とされる。日本語版ソフトの発売記録は2014年、現在までなかったが、2015年に BD 化が決まった。ありがとうございます。